get ready. 雑談です。浮き輪です。ハラセンということで始まりました。ハラセンラジオ、陣内智則の面白い方、原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、昨日は何をしてたかと言いますと、 LINE のスタンプを作っておりましてね。まあ今日陣内くんがまたネタの収録をするんですけど、それであのこの間ね、案件が来ましたつって、LINE のスタンプのネタを作ってて、それとは別に、そのスタンプとは別に、個人的なやつを作っておりまして、一昨日か1個申請して、でリジェクトが来たんで、やり直しが来たんでっていうのも、なんかにキャンペーンに参加するみたいなのをチェックしてたんですけど、そのキャンペーンの条件満たしてなくて、それ全然読んでなくてね。で、それやり直したのと、新たにもう一個猫のやつをね、今度はキャンペーンに募集要項に合う形で出して、申請出しておりますんで、まあ近々リジェクトもねすぐ来たんで、結構審査昔に比べて随分早くなってますねっていうのをやってたのと、あと夏ぐらいだったかに、まあ個展をしたいなみたいな話を多分してたと思うんですけどね、競馬で勝ったんで、あ、じゃあちょっとどっか借りてやろうかなって言ってたんですけど、決めまして、10月の8、9、10とデザインフェスタギャラリー、原宿にありますデザインフェスタギャラリーウエストの 2B でやること、もう抑えましたんで、3日間といえども、初日はちょっと設営とかあるんで、午後1ぐらいからになるかもしれませんが、決めまして、ハラセンしか書かんをやりますね。アクリルは今のところ10点ぐらいあるんですけど、毎日書いてるポストカード台のね、ペン画のスケペンの G ペンのやつが、あれがもう200枚ぐらいになってますから、それもドドドンと一気に展示しますんでね、お楽しみにしてください。本当にそっちの方が数があるんですけど、アクリルをもっと描きたいんで、まあこれから時間許す限り描き出していきたいと思いますが、まあ3日間しかないね、まあ金土日と、やるんですけども、ぜひ来ていただければ。あとグッズが間に合えばね、もう間に合わない、手持ちのグッズ あるものは持ってきますんで、ぜひいただければなと思っております。それを決めて、でじゃあやらなあかんなっていろいろ手配してる段階でした。そんなことをしてまして、で見ましたですわ、浮き輪の最終回。これ門脇麦さんのね、出てる森山直太朗さんと出てるドラマですが、最終回になりまして、どうなってしまうのかなとね、たら、まあ始まってすぐに、まあ福岡転勤することが決まりましたと、双葉さん、森山直太朗さんが転勤になると。で転勤になってしまうということで、まあそれを門脇麦さんに、舞子さんにね、伝えたところ、まあそうですかみたいな感じで、でちょっとね、2人でカラオケに行きましょうつって、2人で会えませんかってメールをね、双葉さんが、森山直太朗さんがメールをしたタイミングでオープニングが入るんですよ。これは本当、この浮き輪ね、このドラマのオープニングの入るタイミングが本当にいいところでね、バーンと入ってくるんで、これが気持ちいいんですよね。で、オープニング明けは、こう、今度は門脇麦さんがメールを受け取った画面からね、始まるっていうね、これはなかなか、にくい演出ですよねっていうのとあって、でまあカラオケの中で、
話をして、まあ結局何も ないんですけども、で引っ越すことになったんで、で門脇麦さんがまたいつものようにゴミ捨て場に行くと、この粗大ゴミでね、ステレオがドーンと置いてあって、最初はゴミ捨てに行くときは気づかないというか、まあ素通りするんですけど、折り返してきたときにあれって気づいて、まあそういうことなんだろうと感じるわけですよね。でまあいろいろ今度は双葉さんの方のね家庭で、いや実は奥さんよりも大切に思ってる人がいたんだってこう告白をするわけですよね。そうすると双葉さんの奥さんの方も、いや実は私もみたいなんで、お互いがまあそういう不倫をしてたみたいな告白をするんですけども、それはそれでまあお互い納得しててね、まあ一緒に福岡に行ってしまうんですが、でその旅立つ日に隣の門脇麦さんのところに挨拶に行くと、まあそのままね2人揃って福岡に旅立ってしまって、で部屋に戻った門脇麦さん夫妻はっていうと、門脇麦さんの方からね、浮気してたでしょね、全部、うん、ずっと前から知ってたっつって、話し出すわけです。そうすると旦那さんの方がね、なんていうんですかね、愛情を感じられなかったと言い返すんですけども、それはなんかね、本気でね、自分はこう好きだ好きだとね愛情表現をしてたけども、本気で愛してたみたいな聞き返すんですよね。それがまあずるいというか、自分はね愛されてなかったからしたんだみたいな、言い訳に聞こえちゃうわけですよね。それがまあおそらく トリガーというかね、それがきっかけとなって、結果これどうなってしまうっていうところを、まあまあドラマで見て、まあここまで言ったらどうなるか分からんでしょうけどね、最後の最後はどうなってしまうんでしょうかっていうところは、ネタバレはしませんので、ぜひTVer なりParaviで、ね、配信を見ていただきたいなと思いますが、まあここまで話してねってまあわかるんでしょうけど、その後のねカットでステレオがなくなってるシーンを挟むんですよ、ゴミ捨て場の。あれがとてもね、こう映画的で、こうね、なんていう、映画的っていうのもあれですけど、を全てを語らない、例えばナレーションとかね、で野暮なことは説明していないね、絵で見せているのがこれいいですよね。漫画的とも言えますかね、と書きでいちいち書かなくても絵でわかるだろうね。さっきステレオが粗大ゴミで出されてたのに、次のカットではそれがなくなってるってことは、まあ、日が経っているしっていうことじゃないですか、わかるじゃないですかね、そういうことをこう絵で見せるっていうのは、やっぱりこうね、映画、まあドラマでも、ドラマなんであれですけど、映画的というか漫画的な表現ね、絵があってこその表現の仕方ね、あれはいいなって思いますけど、ああいう積み重ねというかね、だから冒頭の送信側のメールの画面からオープニングを挟んで開けたら、受信側のメールの画面で開けるみたいなやつがね、ああいうのはやっぱいいっすよね。そういう 絵で見せる話をね、野暮なことは説明しなくてもまあわかるかね、いいドラマでしたね、本当に。スピリッツではね、浮き輪と風鈴っていうね、続編みたいなやつが、連載されておりまして、それもなかなかね、素晴らしいですよ。いいですね。絵柄もいい。うん。ので、ぜひ、気になった方は、ご覧になってみてはどうでしょうかって言ったところですかね。はい。コントサプライズ。そう、引っ越しが終わってから、クリーニング屋にね、
嫌なお客さんが来てるんで対応してくださいって、あの人誰でしたね、クリーニング屋の、高橋文也さんのところにね行って、サプライズって門脇麦さんがお客さんとして出てくるんですけど、あのシーンが良かったですね。とあとはこのドラマでやっぱ一番ね見つけちゃったのはこの小西桜子さんですわ。本当に可愛らしい方ですね、本当にね。双葉さんねにちょっかいを出してたというかね、の感じもすごく小悪魔的で素晴らしい方でしたんで、これはもうねロックオンされてますから僕に次の作品なりね今後の活動は睨んでいきますんで、まあそれも含めていいドラマでしたねっていうのをまあ見ておりましたんで、ぜひあのパラビだとねその小西桜子さん側のストーリーがあるみたいなね、もう見たいなと思いながらも見ておりましたが、あの皆さん TVer なりで見逃し配信ご覧になってください。あとねチャンネル登録と、もうちょっとでね本当にもうちょっとであと900人、あとえ900人ぐらいですよね。なんとか1000人に行きますようにねお祈りしながらやっておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。